今日はキングダムシーカーズ牧師の久保田文吾先生にお話をお伺いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄には今日いらっしゃったんですね。そうです。いかがですか？もう関東地方と比べて、ここ、はい、もう沖縄来るといつも暖かくて、はい、気温も暖かいですけども、はい、霊的にも本当に皆さんが暖かいので、はい、もう来るのが本当楽しみでしょうがないです。あ、そうですか。暑いぐらいですね。そうですね湿気もありますからちょっともうエアコンがないとちょっと無理なんですけれども、霊的にも暑い方々ばかりなんで。そうですかじゃあもうあちふうふうして帰ってください、はい、沖縄の言葉ですけれども、はい、久保田先生は東京のご出身でいらして、そうです、はい、リバイバル新聞の編集長を経て、はい、今はこの都市型教会のキングダムシーカーズの、はい、開拓牧会を開拓中ということなんですが、都市型教会というのが、うん、まあ、聞き慣れない方もいらっしゃるのかなと思う。どんな感じの教会ですか？まあ、もちろん都市型という必要も別にないんですけれども、はい、教会というのは、はい、やはりその地域に対して権威を持っている、うん、そのことをもうひとたびしっかり握る、そこが一つ大きなコンセプトだと思います、はい、いろんな教会がありますけれども、はい、どの教会もやはりイエス様が建てた一品料理といいますか、うん、それぞれがキリストの体として何か特別な働きがその地域に対してあるんですね、はい、例えば私たちも地上にもいろんな大事な組織があると思います、はい、ビジネスの会社も大事ですし、はい、国家の政府も大事ですし、うん、また NPO やまたソーシャルネットワーク、はい、いろんな組織がありますけれども、教会というのはもう地上のどの組織とも違うんですね、うん、教会だけがイエス様から天の御国の鍵を託されている、教会だけが天と地をつなげて神の国を地上に解き放つことができる、教会だけが神様の祝福を人々に分け与えることができる、そのことを実践していきたい、それが私の大きな夢です。ああ、そうなんですね。それを、まあ、都市型教会というふうに。そうですね。私ども権威がある鍵を持っているんだという。もちろんどの地域ももちろんそれぞれの鍵があると思うんですけども、はい、実は今私たちの教会は東京の渋谷に置かれているんですね、はい、で渋谷という街は大都市ですね、はい、大都市なんですね、はい、で渋谷という街はもちろんその文化の発信地であったり、はい、いろんなこう新しいものが生み出される若い世代たちが集まってくる街であるんですけども、はい、同時に本当に霊的に見た時にはいろんな戦いもある混沌としたものがあります、はい、その中にあって私たちが教会として本当にいかに光を放っていくか、はい、そして本当にその都市に対する戦略というのがまだまだ私たちは分かりませんけども、うん、はい、主がこれから開いてくださると思います、うん、はい、まあ、少し霊的な言い方になりますけども、はい、やはり最初の頃は、はい、教会開拓者というのは全ての働きを自分でやらなければいけないというのがありますよね、うん、はい、もう賛美もしなければいけない、メッセージもしなければいけない、はい、伝道もしなければいけない、はい、ウェブサイトも作らなければいけない、はい、会場の手配もしなければいけない、うん、そうやって最初は教会開拓者というのはある意味何でも屋さんのような形だと思います、うん、はい、けれどもどん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 その過程で自分には何もできないことに気がつかされていく、本当に自分で何かをできると思ってたものが砕かれて、そのポイントでさらに主に頼ることを学ばされていく、もうその繰り返しだと思います。何でもできると思っていたのが実は主に委ねわないと何もできないというふうに、これは霊的というか心心理的にはどういうふうな状況なんでしょうねイエス様が聖書の中で私の教会を建てるとマタイの16章18節でおっしゃっています、はい、私たちはその御言葉を頭では分かっています、はい、けれども私たちが実際に本当に教会を前進させていく中で、はい、そのことを本当にリアルに分かる時があるんですね。もうこの教会の中で起こっている問題は自分の手に負えない、もう伝道も自分の力ではできない、本当にメッセージも自分の知恵では何も語れない、はい、その時に私たちが本当に主が働いてくださるんだということを改めて感覚的に本当に掴んでいく、それを実際に体験していく、聖霊様の助けを受けていく、はい、そうするとですね、最初は自分が教会を建てていると思っていたのが、はい、自分が立て上げられる側になっていくんです。なるほどですね。ですから私は教会開拓の働きというのはある意味地味だと思いますし、はい、ある意味一過性のイベントではない、本当にコツコツと継続しなければいけない働きですけれども、うん、その分報いは大きいと思います、うん、自分自身がイエス様と深く出会う一番良い本当に機会になると思います、うん、人間のこう壁といいますか、もう不可能な域にこう達した時に主により頼むということがこうどうしても必要になってくるというところですか。そうです。やっぱり壁をぶち破っていかないと進めないというところがあるんですかね。ありますね。私もまだ教会開拓者としてはそんなにこう長年のキャリアを積んでいるわけではないんですけれども、はい、やはり教会にはそれぞれシーズンがあると思います、はい、
例えばまず最初に本当にそこに集ってきた人々が本当にまず主の愛に触れること、本当にイエス様の十字架の意味が分かること、たとえそこにこう賛美の十分な設備がなかったとしても、何かメッセージで深い解き明かしがなかったとしても、本当に主に触れられてまず本当に十字架の意味を悟ること、このシーズンをしっかり通らないと教会はまず始まりません。そして次にその教会の中で本当に霊的な祭壇が立て上げられていく、本当に礼拝が広げられていく、そして天が開かれていく、そのシーズンもまた必要だと思います。そして次に聖霊の力を一人一人が受けるだけでなくて、教会全体でチームで受け取っていく、そういうシーズンも必要だと思います。でもそれぞれのシーズンには必ず壁があります。そしてその一つ一つの壁に来るたびに、まず最初に砕かれなければいけないのは開拓者牧師自身です。そうなんですね。それだからそう何もでき何かできると思っていたところが何もできないという壁にぶち当たって、神様からのこの力を受けて前進ができるようになってくるんですね。そうです。はい、ということで、主を主体求める祈り会ということも、はい、コアのメンバーだというふうにおっしゃっていたんですが、はい、どういうふうな祈り会ですか？これは本当にもう聖霊様の御手によって始められたとしか言いようがないんですけれども、はい、ただただ本当に主を主体求めたい、ただただ主の前に立ちたい、そのような情熱を持った若い牧師さんたちが一人一人集められてきました。はい、誰か一人がトップで仕切っているというわけではありません。またその祈りの中でこの時間をどのように導くべきか、それを私たちが事前に何かプログラムしているわけではありません、はい、ただ私たちの心に与えられたものに従って一つ一つつなげてきた、その結果が今2年3年4年と経って、はい、本当に神様がそれを通していろんな教会に恵みを注いでくださっている、そのような通り管に使ってくださっていると思います。2日間ぶっ通しでというふうなことが、そうですね、多くの場合2日から3日間ぐらい、時間がやはり必要ですね。その主体求めてこう、はい、主の導きに従うというのは、ただこれも面白いもので、はい、最初の頃は本当にですね、2時間3時間4時間だけでももう本当にはこんなに祈ったと思ってましたけれども、うんうん、はい、もう最近では7時間8時間みんなで賛美し祈って御言葉を受け取って、けどあっという間です。あ、なるほどね。これは牧師先生方というか、その、久保田先生と同年代ぐらいの方たちが集まってやっていらっしゃる祈り会なんですね。まあ、その祈り会を通して親睦が深められているということもお聞きしましたけれども、はい、どういうふうな友情関係を築いていらっしゃるんでしょうか、皆さんで。もう本当にただただ純粋にイエス様を愛しているがように主によってつなげられたと思ってます。そして普段は何をしているかというと、別に何か特別に研修会を開くわけでもないですし、特別に何かこう目的を持って集まるわけでもないです。もうみんなで、一斉に集まるときは一斉に集まって、けどみんなで温泉に行ったりラーメンを食べたりもします。ただそうやって私たちがつなげられることによって、日本各地に本当に、同じ情熱を持った仲間たちがネットワークができてきますので、お互いの教会をさらに強め合っていく、そしてお互いの教会に足りない部分を他の牧師たちがまた助けていく、そのようなお互いにこう作用し合ってキリストの体が全体で強められている、そんな動きだと思います。お互いに温泉に行ったり食べたり、そうです、旅行したりということでちょっとほっとしましたけど、そうですか、本当にそういう、本当に日常できる自分たち そのつながりもとても大切で、はい、そういうこともしっかりと大切にされていらっしゃるということです。そうです、ね、それがないとやっぱりまたある意味で信頼関係というのはできてこないところもあるんですね。そうです。私たちが気をつけなければいけないのは、はい、何かそのミニストリーによってつながろうとすると、はい、私たちは必ずその行い行動を何かその成果を求めたつながりになってしまうんですね、はい、けれどもそのミニストリーでつながるんではない、本当に人生そのものでつながっていく、本当に何かこうことを成し遂げるために一緒になっているわけじゃなくて、はいはい、共に人生を歩んでいく仲間たち、その意識がすごく大事だと思います。とてもいいことですよね。なんかこう新しい世代といいますか、そういう感じがするんですけれども、いかがですか、こう新しいことがこれからどんどんこう広がっていくのではないかなと思うんですが、これやっぱり教会間のこの壁が少しずつこう本当にこう取られているような感じがしますけれども、うん、そうですね、まず一つ大事なことはですね、はい、私たちの世代でその横のつながり一致が深まっているというのは確かだと思うんですけども、はい、それが可能になっている背景には、はい、
その前の世代の先生たち、本当に日本の教会を背負ってきてくださった多くの牧師さんたちの本当に祈りと葛藤がたくさんあったはずなんですね。私たちが今何か働きができているとしたならば、それは前の世代が立ててくださった土台の上で、そのステージの上で働くことができているということが本当に真実だと思います。そして私たちがキリストの体のそれぞれの恵み、それぞれの良さを知れば知るほど、結果的には自分の教会をさらに愛することができるようになっていく、そこがすごく大事なことだと思います。で最後にお聞きしたいのが、はいはい、地域教会のですね、はい、あの存在意義をちょっとお聞きしたいですね。はい、ちょっと今日は本当にその教会開拓の話も続いてますけれども、はい、私は個人的にですけれども、教会開拓の働き、本当にその地域教会を立て上げる働きというのは、もう全宇宙で最も高い飯だと思っています。そして私たちにとって、例えば教会というものが本当にこう漠然として何かこう目に見えないような、そのようなイメージもありますけれども、しかし私たちが本当にキリストの花嫁の美しさ、麗しさを地上で表す義務があると思います。それはやはり地域教会です。私たちが地域教会の中にしっかり根ざされて、そして本当に築き上げられていくときに、私たちは個人では受け取ることができない恵みを受け取っていきます。また個人では味わえない油注ぎを受け取っていくことができます。ですから私はやはり本当に神の国で働くリーダーたちというのは、必ず地域教会の中で整えられ、そして地域教会の祝福の中で用いられていかなければいけない、本当にそのように感じています。最も重要な部分であり、これはもう本当に外せないところ。そうです。で、あと本当に天国の鍵を持っているという、はい、天の門を本当にその地域の中にこう携えているようなもんですよね。はい、これから久保田先生はどのようにまた活動を展開されていくんですか。まあ、ご自分で教会も牧会されてますし、まあ、このように沖縄にいらしていただいて、いろんなところでですね、教師の役割をされているんですが、はい、今後はどのような感じで。もう毎回毎回聖霊様の声を聞きながらですので、本当に明日どうなるかは分かりませんけれども、やはり私はそのそれぞれの地域の教会が強められていく働きを本当に助けていけたら良いかなと思います。一人一人がまずイエス様を信じて救われるだけでなく、救われた後本当に主と共に歩んで勝利者になっていく、そして一つ一つの教会が本当にその地域に対して本当に権威を持っていく、そして力を表していく、栄光を表していく、そのようにもう地域の教会が立て上げられるために使えていくことができたら本当に最高だと思います。本当に素晴らしい働きをしていらっしゃると思います。お互いにみんなが強められていくということが本当にこのビジョンになっていらっしゃると思いますの です、ね、今後もぜひまたいろんなところで活躍して、ご自分の教会の牧会もまた頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。